海賊ラジオレッズ力船この番組は坂倉力とともにお送りしますはい大野聖太郎です聖太郎の海賊ラジオオニューチューブレッズ力船特別出向です今シーズンジェリーグ浦列タイトル獲得はなりませんでした終戦ですただ残り二つありますから これは消化試合じゃありません。昨日あれだけ集まったレッズサポーターに自分たちの一年間の成果を成長をぜひとも見せてもらいたい。それでは昨日のリーグ第32節、周位を行くビッセル神戸との埼玉スタジアムの90数分間を振り返っていきたいと思います。実はあの、ポハンで逆転負けをした後、 私ちょっとチームの中がどうなっているんだ心配でチーム関係者に聞いたんですがねそのチーム関係者はきっぱりこう答えましたチームは壊れていませんまとまっていますですからルヴァンファイナルアウェイの ACN のポハンにああいう形で敗れた後もチームは一つにまとまってビセル・コベセンに 望みました。で、その前に、裏レズの公式取材配信を読んだところ、西川修作選手が、このままずるずる負けるわけにはいかない、残り3試合、それぞれにストーリーがある、終わり方が大切だと、神戸戦にかける思いを語っていました。それが最後のあのプレイに、西川修作の気持ちが、 現れたんだなと私は思って見ていましたがね。さあ、その西川修作を最終ラインの取り出として、選抜メンバーはこういう形で組みました。秋元貴弘、リーグ戦累積警告で出場を停止、ポハン戦で全力出し切った小木は休ませ。 心臓選手の名前もありませんでした。昨日の最差は気温が11度ぐらい。まるで12月上旬並みの寒さでありましたが、試合は使かった。観衆は5万人わずかに届かず、4万8144人。この試合に勝って、残りわずかなミラクル。奇跡に望みをつなぎたい。 こういう気持ちだったんだろうと思います。まあ、一言で表現するならば、浦和、神戸、共に素晴らしい試合を見せてくれましたよ。これがフットボールだ。これがサッカーだ。そういう場面が何箇所もありましたよ。でも、結果に対して敗れ、浦和はリーグタイトル終戦を迎えてしまったわけであります。それでは、簡単に試合の方を振り返りますがね、 72分、耐えていた守備が崩されて、先制ゴールを許しました。どうしても勝ち点んが欲しいです。となると、監督は当然ながら手を打ってくると思います。77分、小泉とブックを下げて、高橋俊樹と中島翔也同時投入。84分、岩を下げて、臨戦が入りました。で、6分間のアイショナルタイムに入った直後、91分、補正官邸が右足でゴールを 決めて、同点に追いつき。さあ、残り時間わずかだが、奇跡起こるかもしれない。95分にはフリーキックを売ると、ゴールキーパー西川周作が前線に上がりました。まあ、最後の勝負ということだったんでやりましょう。ボールは直接、神戸のゴールキーパーの前川にキャッチされて、カウンター攻撃に移られ、えー、前線にいた大迫優也にボールが渡り、無人のゴールに流し込まれました。2対1敗れました。まあ、ざっくり言うと、 まあこんな感じの試合経過だったんですがね、この試合のポイントはね、裏真正面から神戸に戦いを挑んだわけでいくつかのポイントがあったと思うんですよ。というのはね、現時点で神戸とはかなりの差があると感じた部分。まあビッセル神戸、大阪とか武藤とかいますから、まあ長ぶれた攻撃的な選手ですよ。ですから攻撃的なチームかと思うと、 非常にバランスが取れていて、特に守備が売られずに、ついで、失点の少ない、非常に強い守備力を持っている。昨日の試合もそうでした。まず、寄せの速さ、対人の強さ。だから売られずは、前半、全くビルドアップできない、そういう時間帯が長く続きましたもんね。街へもきっと頭を悩ませていたと思いますよ。ね。で、よく、 その神戸のショートカウンター縦に速い攻撃を守備陣が耐えてどうにか前半守り続けました。私はこの場面での選手二人、岩波と大畑歩を挙げたいと思います。普段出場機会に恵まれないこの二人が非常に集中して守備をやっていたおかげでよくぞ0点で しのぎきったと。そういう感じがいたしました。この二人を褒めたい。まあ彼らの意地ではないかと思いますがね。それからまあ、ホセカンタは一試合通じて、ゴールへの意識は高かったし、リーグ戦8 0発のブック、エカニット、パンヤも非常に来年期待させるような、そういうプレーを随所に見せてくれました。まあ、このあたり、いいところを拾いながら、でも先に試合を動かしたのが、 首位の神部でやりました。失点の場面はね、もう左右に揺さぶられて最後は高さの差。もう身長はこんなに違うのかっていう来高さの差で敗れました。まあ、後ほどサボーターがその部分について、えー、指摘がありますんで紹介しますが。あとは、正也を投入してすぐに正也から大久保に出たパスですね。あの部分は、こう閉塞感漂う前線の まだいいシーズンっていう話になっちゃうんだろうけれども、そこに少し光を見た感じがいたしました。まあ敗れたからといって全部ダメだったわけではなくて、また勝ったからといって全てが良かったわけではない。非常にサッカーというのはそういうところが非常にこう、横糸縦糸が絡み合うような、そういうスポーツなんだなということを改めて感じましたえ。特にね、もう残り試合が3試合で2試合だとなると、来シーズンのことをどうしても思ってしまう。 そんなシーズンのクライマックスに入ったんではないかと思います。さあ、レズブレスからマチエスコルジャ監督の談話が入ってまいりましたからお伝えします。選手たちはこの状況で素晴らしい個性を見せてくれた。よくやってくれた。試合はもう前半は難しかった。神戸がファイナルサートに入ったところで、私たちはちょっとナーバスになるような展開がずっと続きましたんで、チャンスを作ることはできませんでした。 後半は少し改善されたと思います。ファイナルサードに入ってからボールのさばき方など良くなったと思います。両チームとも勝とうとして試合だったと思います。我々も終盤に近づくにつれて犯すリスク増やすというゲームプランでした。視点の後はよりオーブンな展開を狙って攻撃的な形にしました。そしてアリシャルタイムで追いついてさらに追加点を狙って戦いましたが その中で大きなリスクを犯して攻めていたところで失点してしまいました。でも、そこまでの選手たちのハードワークのことを考えるとかなり受け入れがたい結果になってしまいましたが、今の我々にできることは切り替えて、代表有くの2週間でしっかり休んで、次に向けて準備をすることだと思います。これが町家スコルチュ監督の会見後の 総括ですやはり我々が見ていたのと同じ気持ちでバチェも采配を振るっていた前半特に神戸との力の差をしみじみ感じてそれを抑えたところで後半勝負とそれが最後の西川のあのプレーに入っていくのかなと思いますがねでバチェスコルチャ監督が優勝できなかった理由を記者に問われると 私たちがタイトルに手が届かなかった理由は、一つ二つ、あるいは三つにまとめられるようなものではありません。改善点はたくさんあると思います。ただ、このマジックスタジアムで引き分けが多すぎました。それが勝利に変われば、チームの状況が変わっていたと思います。今シーズン、タイトルに手が届かなかった たところそういう点かもしれません。負けないチームだったけれども、勝ちきれないチームだった。それが、リーグ優勝。いい手が届かなかったところだと、町江が語っております。さあ、それでは、サポーターたちのお便りが私の手元に届いておりますんで、行きましょう。カズノウガサホ。 残念ながら負けました。スタメンベンチのメンバーを見たときに、想像以上にチームの満身創痍の状況、状態を感じました。リグ戦2試合残っていますが、今日の試合に負けて力尽きた感じです。監督、選手たちに攻める気は一切ありません。まだ試合残っています。最後まで頑張ってくれ。応援しているぞ。 最後に厚木は大丈夫ですかね軽傷ならいいんですが。で、試合後の街への会見がレッズブレスから送られてきましたが、まだメディカルスタッフから詳しい話は聞いていない。これが会見の席上の話でありました。ねえ、順平もスペイン遠征、体調不良で行けなかったわけでしょ これで、申し厚きもね、昨日のあの、怪我で、代表メンバー辞退するようなことになると、これはもう個人的な話ですが、非常にもったいない、この終盤ですよ。宮城です。相変わらず、試合運びが下手で、後手に回ることが多く、選手交代も遅かった。 ようやく同点にしたけれどもすぐ勝ち越されて自演度。去年、今年、良くないレッズを象徴している。大事な試合、勝ちきれないチームは、上、望めない。前線と2列目、上位チームと違ってレベルが低いと思っている。という、ビアビのご意見。レバンが笑う。優勝なくなりました。試合感覚の差なのか 神戸が勝つにふさわししいサッカーでした1失点目のシーン神戸のトゥーレル選手と競り合っていたのが小泉選手ゴール隅で守っていたのが岩波選手決勝点2失点目残っていた大迫選手の絵に描いたようなゴール 失点覚悟でキーパーが上がったときは、シュートで終わらないと。というレバンが笑うのご意見です。まあ先ほど、振り返りのところで、やはり高さの里と話をしましたあそこで岩波がもし、トゥレルと競り合っていたらどうなのかと思いますが、あそこで小泉が競り合った時点で、 もうレッズはゴールを許していたということなんでありましょう負けられけいと臨機応変冷静保つとかあの状況では無理かな一生懸命やっていたよねあと2戦悔いなく勝ってもらいたい佐弥六カンテの同点ゴール決まってからの数分間夢を見させてもらいました 前のサボーターの皆さん、本当にごめんなさい。でもうちは優勝するためには勝たないとダメだったんですよ。残り時間で逆転、そして奇跡を呼ぶんだという夢は一瞬で消え去りました。西川修作も同じ思いだったんでありましょう。バブ1号。かなり落ち込んでおります。暗淡たる気分です。 すごく落胆しています。セットプレー一本で先制され、関ン選手のゴールで追いつきましたが、最後のプレーが命運を分けてしまった感じ。正確な情報はわからないけれども、西川選手がゴール前まで上がったのは独断なのかなと思っています。どうやら、スクールジャカントが戻れと指示したという情報もあります。それだとしたら残念なプレーだったなと感じました。西川選手の勝ちたいという強い気持ちが、かえって裏目に出てしまった感じだけれども、 あれは大迫選手のオフサイドで本来ならば引き分けだったはずです。勝たなければ意味がないという気持ちは理解できますが、何も準備共有されていないあまりにも稚拙なプレーでした。先日の ACL といい冷静さを欠いた内容で残念です。これでリング優勝は完全になくなってショックです。ただ、来季の ACL 出場権獲得のためにも、もう引き分けすら許されないと思います。 まあこれね、西川修作のプレイについては賛否両論あるから、いろんな話をサポーター同士で、ええー、意見交換してくださいよ。で、本人はね、長く喋っていますけど、ポイントだけまとめてお伝えしますね。勝ちたかった、それだけです。僕の判断です。監督の指示じゃないということ。西川修作の判断。 まず、明瞭に喋り。引き分けでは意味がない。失点にはなったが、ゴールキーパーチームで共有していることなので、勝ちに行ったということです。これでお分かりいただけましたよね。で、マチエ・スコルジャック監督は当然会見でそれ聞かれてこう言っております。 この試合でどうしても勝ちたいという強い気持ちが現れた状況でした。この大事な試合をどうしても勝ちたいという強い気持ちが全員にあった中でかなり大きなリスクを犯しながら前線に上がったという場面でした。こう答えております。だから町へは決して 西川修作をせめてはいない。ただ街への指示ではない。あのゲームのあの場面は、これこそ魔法がかけられたスタジアムだったのかわからない。西川修作は勝したかった。サボターも勝って奇跡を起こしてもらいたい。その気持ちがあの場面に凝縮されていたんだろうと思います。 さて、バブ1号の続きです。ここで2週間近く中断するんで、蓄積した疲労を取り除いてもらい、もう一度チーム全体で気を引き締め直して戦うしかない。こういう苦しい時こそ私たちが支えるのも大切だと思う。夏の補強は来年を見越したもので、乗り切れると判断したフットボール本部、責任がある。はっきり説明してもらいたい。黙っていないで、本心で答えてもらいたい。今の現状を考えると。 土田スポーツダイレクター、西野テクニカルダイレクターには責任を取り辞任してもらいたい。落ち込んだバブ1号、落胆の中の最後のお便りです。エニーゼの赤い彗星、私は俊作の判断は間違いではないと思っています。負けたけれど引き分けより勝ちに行く姿勢、見られたことは受け入れたいです。この敗戦が残り試合で必ずや、好転することを 願うばかりです。赤井サンタクロース。引き分けじゃダメだという雰囲気になったのはよくわかります。私がいる北のボール裏、ボルテージが上がって旗がなびく中、ゴールキーパー西川が上がっていったのはよくわかりませんでした。だそのぐらいの状態だったんですよね。再差が。私、ゴールキーパーが攻撃参加したのはベンチの C であってもらいたいと思っていましたが、 その後の情報だと違っていたようですね。チームのハグノが噛み合っているときはこのようなプレーがいい結果につながることがあるかもしれませんが、あまり良くないときに良い結果を生むことはかなり難しい。勝たなければ逆転優勝はないという意見もわかります。私は結果論で申し訳ないんですけれども、あれはダメなのかなと感じてなりません。まあ、結果は負けたんだからあれで。これダメなんですよ。 でも、あのモンテディオ山形で山の神と呼ばれた山岸が決めたあのゴールがあったから、その時は結果論としては OK なんですよ。もうこれはスポーツの冷酷さだね。そう思いますね。ただ西川修作があの場面で貸したいという気持ちを スタジアムと共有していたからこそ私は前世まだ上がったんだと思っています。そうとしか言いようありません。で、赤木サンタクロース。来シーズンの街へスコルジャ監督の契約がまだ発表されていないようだが、と心配していましたが、アウンが垂り込めてきましたね。今朝にかけてのネットニュースには、退任という言葉が飛び交っています。ご家族のことで、 継続が難しいという話ですが、何とかならないものですかね。という。これ、私も朝まで見たんですが、ポニ日の配信記事ですね。で、まあ、私はこのスポーツ日本という、え、スポーツ新聞社は、とても信頼してるんですよ。まず飛ばし記事書きませんから、かなり確証を持ったところから書き始めるんでね。 で、今回もこれ、ある意味もう決定しているのかもしれない。スポニチの配信記事はこうです。マチエ・スコルジャ監督が、今シーズン限りで退任することが12日、濃厚となった。チームは、アジアチャンピオンに導いた指導者を高く評価。早い段階から続投を脱進していた。入りを務めてきたが、本人の気持ちは、 家族の事情も含めて、くがえらなかった、という。うん。ここまでだと、マチェ・スコルジャ監督は、複数年契約だったんですかね。一年契約っていうことは、ないんでしょうね。 複数年契約だったけれども、家族の事情があるからといって、今年裏列を今年限りで去ると。こういうことでありましょうか。まあともかくまだ配信記事で、彼を招いた先ほど話が出た土田西のフットボール本部の二人から、 話があったわけじゃないですから。ただ、スポニチはまず飛ばし記事は載せない歴史がありますんでね。かなりもう固まった状態なのかなと思います。ただ不思議なのは今後については母国ポーランド協会入りのほか、まあこれだったらわかりますよね。ほか、国外を中心に複数クラブと交渉して新天地を決めるものと思われる。 この家庭の事情だったら、また国外っていうところ、あんまりあいませんな、話としては。日本があまりにも離れているってことなんですか、まあ、よくわからない。ともかくよくわかりません、まだ。ただ、そういう状況のようであります。東松山のガンマ。残念な敗戦でしたが、 私はカンテが後半アディショナルタイムに同点ゴールを決めて、そのゴールインしたボールを大久保がすぐさま持ち帰って絶対に勝つんだという姿勢を見せてくれたこと。また、最後の最後に勝ち越されたところも、周作さんがセットプレーへ参加したこともポジティブに評価しております。足りなかったのは現時点での実力です。そう思うからこそ、次は勝てるように努力をする。これでリーグ戦3位以下確定しましたが、 最後まで諦めないという一戦が今後の ACL のグループステージの2位通過を起こす奇跡やグラブワールドカップに繋がっていくと信じております。アッパー10人、神戸に敗れ、リーグ優勝の可能性が完全になくなりました。今年はとにかく日程が過密すぎました。ケガ人動作が目立ち、監督この編成でよくここまでの戦いを見せてくれました。残り2試合。 今年あまり見ることができなかった中島と平野のスタメンが見てみたい。来シーズンに向けた戦いはすでに始まっていますよ。とアッパー10人です。まあ、リニュ戦、タイトル獲得の夢は消えて、サインをこれから守るかどうかと、その一点になりましたんで、消化試合ではありません。残り2試合。 それ以上に慌ただしくなってくるのは、マチエス・スコルジャ監督の去就をめぐっての報道だろうと思いますね。まあ代表委育の間、どういうふうにチームを立て直し、あと2試合に臨み、サウジのクラブワールドカップまで、マチエス・スコルジャ監督が再敗を振るうのか、そちらも奇跡が起きて、来期も続投という大きな見出しが、 踊ることを願うばかりでありますがね。次はちょっと開きます。25日土曜日午後2時、ホーム最終戦、アビスパー福岡戦です。岩尾健選手、累積で出場停止です。あとは伊藤厚木選手の状態気にかかりますが、先ほど申し上げましたように、18歳以下日本代表、スペインへ遠征予定されていた、早川淳平体調不良で不参加発表です。 チームはまず15日の水曜日から練習再開です。木曜、レッズ力船本戦をお送りしますから、どうぞそちらにご乗船ください。さあ、さきはこちら、M- 海賊アットマーク、レディーパー .com です。それでは最後、セルジオ・エチゴリ、一言お願いしましょう。この時間は先日も何にもない。あの、修作さんの場面を語ってるんだろうな。 いい悪いの問題ではないと思うね。あくまでも結果論だと思いますよ。レッツ力ぶれ。この番組は、坂倉力と共にお送りしました。チャンネル登録よろしくね。